Now I'm visiting Uncle Itosu Sensei's grave. Very, very honored to come here. And Itosu Sensei は、科挙の試験に空手を取り入れられて、高級官僚を育てられて、空手を学校教育にいち早く取り入れられてですね。はい、イトスのジックというのもありまして、やっぱ学校教育、若い子たちの人間を育てる、のになったと思います。体系づけて、平安の方を平安、まあ平安、沖縄では平安という発音をしますね。平安の方を作られた先生です。その平安の方を船越先生が本土で平安というふうにですね、改めてこう発展させたというか、少林寺流でもですね、平安の方重視してまして、全部4段5段とありますけれども、その中から非常に有効なものを選んでですね、今でも平安の方やってる方多いです、その元となった先生ですね。非常に感激です。そのためですね、こちらは前はですね、ここにはお墓はなかったんですよ。で、道を作るために、首里城にお使いして、ここみんな偉い方なんですね、はい、その中のお一人で賢世と言われてるぐらい、麻とあんこ、糸すあんこ、日本読みでは安ですね、沖縄ではあんこですね、はい、この方は農書家ではもある書家なんですよね。もちろん空手の先生だり、師範学校の先生も、師範学校の先生、かなりの合力の方でね、すごい人、山が出身は山が、汁の山が僕の家がありましたね、はい、あの辺の出身なんですよ。それで麻とあんこ先生という方は、はい、身分が違うんです。なるほど。同じあんこで、麻とあんこ先生はいわゆるチャンミワのお父さん、はい、チャン・チョウフ、チョウフ先生、チョウ先生と一緒に首里城が落ちた時に、要するに日本本土に王様付けとして行った人なんです。はい、ああ、なるほど。だから身分が全然、はい、もちろん偉いですよ。はい、だけどあちらの麻とあんこ先生は王家付けの秘書官ですよね。なるほど、そういう先生です。で、お互いこのあれですけど、もちろん麻とあんこ先生がいつも糸先生を助けてる。なるほど、で助けられてますよ、はい、でその上に松村先生もいらっしゃるし、またその上は桜神楽先生ですね。そういうふうな学校教育の中に、はい、実君としていろいろ格言を入れた人なんですね、この方ももちろんそうですね、はい、武士松村、後で出ますけど、あちらにも、はい、松村のあれがありますね、はい、手紙を送ってね、はい、あれはあちらでお話ししますけど、この糸洲先生はそれだけさっき久高先生が言ってた通りですね、なんていう学校に対する学校空手の簡単に言えば思想だと言ってもいいですね。でいろんな方を考案して、だから知り手においては、はい、何々のパスサイ、何々の何々って言えるのがそこなんです、はい、ちょっと改良したわけですね。チャータンヤラのクーシャンクーとか、はい、そういうことですね、はい、だから実際中国から入れてきたものを内図した、はい、で僕らも例えばマヤ・マオオっていうね、チューファーラっていうね、チューファーラ、意味それ、チンソーとかそうやってとか、中国語がちょっとなまってきて、ボーボーね、赤ちゃんね、はい、ね、ボーボー赤ちゃんね、バイチーとかね、そういう言葉が沖縄に内蔵されたわけですね。そういう意味で空手の方も少々変化していく、それが今ストッパーになって、はい、いわゆる空手の原型として残っているのが沖縄なんですよ、はい、それでだからいわゆる、国際連盟の科学教育機関の方に、はい、それを沖縄の空手をぜひ認めてもらいたい、はい、原種として、さっき言った馬のと同じようにね、馬も原種として沖縄に残したい、はい、でサラブデッドもそうでした ね、 そうですね、イギリスに持って行ってアラビアの馬ですけどイギリスの馬と交配して残した、で
さっきあのね、あの中谷さんがおっしゃったように中国名で読むとあれ民うち、民うちじゃないんですね。僕も川うちじゃないけど、民氏、民氏という、民氏、うん、こちらもあれ農氏と書いてます。農風氏ね。で農祖と書いてます。農祖農って読むんですね。農祖、農祖って花でしょ。だからトップというその家柄のトップ、始祖ですね、うん。そういう家柄なんですよ。で教育的にも素晴らしい人で、はい、書もすごいんですよ。だからそういう先生のところに今もう5メートル以内にいらっしゃると、はい、ね、そういうことです。ここはあのそういうみんなの方々が座って、はい、沖縄花見はね、はい、外でやらないんです。ここで花見するんです。あで赤ちゃんが生まれたらこう連れてきて、ね、みんなお仕置きもらったり、それからあの発表したり大学入ったり空手道場作ったり引っ越してきたらみんなでこっちで食べて三味線弾いて楽しむ。この中でね、中でいいですね、うん、それがお墓の中でその素晴らしい文化だと思いますね。そういう文化なんですよ、はい、それが沖縄の空手だから、あのこういう結束、さっき言った糸、うん、ね、糸、貝、糸ね、まさに糸巣ですか、糸が集まるところです。素晴らしいあの方で、華僑、華僑というのは中国に行くために琉球国でいわゆる国家試験をやる。国家試験です。その国家試験に受からないと行けない。行けない。で行くと中国の方でそのある程度の負担をします。全額じゃないけどね。なるほど。それ国費と自費に分かれるわけです。で僕は、あ、まあ、僕の話したらおかしいけど、僕は日本の、はい、教育機関からもらって、はい、行ってあの大学を行かせてもらいましたね。それはあの日本育英会と言いますけどね。そういう感じ。ここはあのもうこれが全然違う、うん。国家的機関。素晴らしいです、ね。はい。そういうところですよ。だからそれも僕も空手のおかげでここまで来れました。だから先生も空手のおかげで世界に糸巣という呼び捨てしますけど、糸巣という名前でわざわざ久高島の神様がね、また中国の中谷さんがねここに来てあの先生の席の前であのあやかりたいなと、このいわゆる空手に対してですね、いわゆる久高正光先生はあの空手道大学を作ってます。お父さんはあのなんて言いますかね、久高空間といってですね、はい、そのおじいちゃんがあの久高島の実頭、いわゆる村長さんですね、昔のね、そういう偉い人なんですね。そういう方が空手をあちらでこう広めて、そしてお父さんが空間先生が、新宿の方で広めて、その現在は千葉県でやっていらっしゃるという話を聞きましたね、はい、で今度 お父さんも80代になったので、はい、久高正光先生が空手大学を作って、スーパーセーブの空手のあのあれを松田先生に紹介したように、はい、これを琉球大学と東京工業大学で広めていきたいという夢を持って、はいはい、今日ここに糸巣安光先生にぜひ、お目見えして、ここで挨拶を述べたいということで、はい、今日来ました、はい、本当に私たち3名はラッキーです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シェシェ、英語で言ってください。大丈夫、意味わかりました。